さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。今回は2023-2024レギュラーシーズン第6週の各試合についての個人的な見どころなどを少し話していけたらと思っています。それではまず最初に見ていく対戦カードは山梨対日立相手く。昨シーズンの12位と8位の対決となるこの一戦ですが、昨シーズンの対戦成績は日立相手くの2勝という結果で、初戦はリードした日立相手くが山梨の反撃を振り切って勝利し、2戦目は日立ハイテクが優位に展開し勝利しています。昨シーズンの対戦データは次のようになっていますが、山梨としてはゾーンディフェンスが機能した時間帯もありましたが、2戦目はディフェンスが機能しなかった試合でインサイドを含めたディフェンスがキーになりますし、攻撃ではボールを止めてからパスの出し所を探すシーンがあるなど、攻撃の形が作れていなかったので、チームでいかに崩していけるか、日立ハイテクとしては決め切りたいシュートが決まらずリズムが作れなかった面があったので、チャンスシーンをしっかりと決めていきたいですし、スティールから流れを引き寄せていた面があって、攻撃的なディフェンスは今回の対戦でもポイントになってくると思います。それでは今回の試合で個人的にポイントとなりそうな選手をそれぞれ1名ずつ紹介したいと思います。まず山梨の注目選手は若原選手。昨シーズンの対戦でも活躍していた若原選手ですが、攻撃でも守備でもチームに貢献できる選手。若原選手の発するプレーはチームにがむしゃらな勢いを与えることができると思いますし、勝利する上では若原選手の活躍が必要になってくると思うので、どんな活躍をしてくれるのか注目だと思います。続いて日立相手の注目選手は白鞘選手。白鞘選手のプレーはチームに勢いを与えることができますし、チームが苦しい時に活躍してくれる選手でもあります。昨シーズンの2戦目には8スティールという驚異的な数字を残し、勝利を引き寄せる活躍をしていました。今回の対戦でもチームに流れを引き寄せる活躍ができるのか注目だと思います。続いて見ていく対戦カードはトヨタ自動車対東京羽田。昨シーズンの2位と11位の対決となるこの一戦ですが、昨シーズンの対戦成績はトヨタ自動車の2勝という結果で、2戦ともにリードしたトヨタ自動車が優位に展開し勝利を収めています。昨シーズンの対戦データは次のようになっていますが、トヨタ自動車としては激しいディフェンスを軸に展開したことでリズムを作った試合で、今回の試合でも激しいディフェンスはポイントになりますし、スリーが確率よく決まるかどうかが大きく影響した2戦でもあったので、スリーの確率もポイントになると思います。東京羽田としては初戦は攻守ともに厳しかったですが、2戦ともにインサイドで失点していたので、インサイドの守り方はポイントになりますし、攻撃ではボールが中に入る展開が作れているときは悪くなかったですが、崩しきれず個で攻める展開になっていたりしたので、チームで攻めていきたいところだと思います。それでは今回の試合で個人的にポイントとなりそうな選手をそれぞれ1名ずつ紹介したいと思います。まずトヨタ自動車の注目選手は梅木選手。昨シーズンの対戦でも勝利に大きく貢献していた梅木選手、特に2戦目チームが苦しむ中でもしっかりと決め切り、チームに流れを引き寄せていました。東京羽田はどうしてもインサイドに警戒が強くなるので、その時に3を決め切れるかで流れを引き寄せられるかが決まります。今回の対戦でも決め切れるか注目だと思います。続いて東京羽田の注目選手は岡選手。岡選手はサイズは大きくないものの、インサイドでの攻防もうまく、どれだけディフェンス面で頑張れるかという観点でも注目ですし、昨シーズンから大幅に向上した3ポイントも注目点で、岡選手が得点を重ねることができればチームとしても安定してくると思うので注目だと思います。続いて見ていく対戦カードはトヨタ紡織対アラーマーレ。昨シーズンの7位と10位の対決となるこの一戦ですが、昨シーズンの対戦成績はトヨタ紡織の2勝という結果で、2戦ともに第1クォーターからリードしていたトヨタ紡織がその後もリードを広げていき勝利しています。昨シーズンの対戦データは次のようになっていますが、トヨタ紡織としては攻撃はインサイドは有効でリバウンドも含めて軸になりますが、相手のゾーンなどに対し少し重たい展開になっていたので対応していきたいところ、またスロースターターな傾向があるので序盤から攻守ともにしっかりと展開していきたいところだと思います。アラーマーレとしては2戦目は特に3は武器になっていましたが、逆に言うと2ポイントで得点を取る展開にはできていなかったので増やしていきたいですし、シュートを打つ際に体を当てられると決めきれないシーンが目立っていて、かつドライブでアタックするシーンも少なかったので改善していきたいところだと思います。それでは今回の試合で個人的にポイントとなりそうな選手をそれぞれ1名ずつ紹介したいと思います。まずトヨタ紡織の注目選手は崎原選手。
インサイドのプレーは荒回り戦では力になると思いますし、要所でのドライブも有効だと思います。大学時代もベンチから活躍する選手でしたが、いろいろな起用法に対応できる選手ですし、安定した戦いをする上で崎原選手の活躍は重要になってくると思います。続いて荒回りの注目選手は北川選手。昨シーズンの対戦では相手の堅いディフェンスに対してなかなか攻めきれない展開が続きましたが、そんな展開の時に活躍を見せていたのが北川選手。チームが苦しい時にドライブで打開していましたし、精度の上がったスリーで得点を重ねていました。今回の対戦でもチームを助ける存在として注目だと思います。続いて見ていく対戦カードは新潟対デンソー。昨シーズンの14位と3位の対決となるこの一戦ですが、昨シーズンの対戦成績はデンソーの2勝という結果で、2戦ともに第1クォーターからリードしたデンソーが点差を広げていき勝利しています。昨シーズンの対戦データは次のようになっていますが、新潟としては2戦ともにインサイドのディフェンスで苦労していたので、インサイドのディフェンスは鍵になりますし、リバウンドを取ってからの早い展開の攻撃は良かった部分なので、いかにリバウンドを取り切れるかというのが重要で、今回の対戦でもポイントになってくると思います。伝送としてはインサイドは有効でしたが、2戦目インサイドにパスを入れる部分でスティールを許していたので、パスの出し方には注意したいですし、2戦ともに相手に行った流れをなかなか断ち切れずにズルズルと行ってしまった面があったので、そのあたりは注意していきたいところだと思います。それでは今回の試合で個人的にポイントとなりそうな選手をそれぞれ1名ずつ紹介したいと思います。まず新潟の注目選手は矢野選手。インサイドの攻防が新潟にとってキーになりますが、新潟にいるインサイドプレイヤーの中で今回注目したのが矢野選手。ブロックに対してタイミングをずらして得点することもできますし、インサイドでファールを我慢しつつ守ることができるのか注目だと思います。続いてデンソーの注目選手は木村選手。新潟は当然インサイドを警戒してくると思いますし、昨シーズンの対戦ではインサイドに入れるときに狙われていたので、ポイントガードの働きが重要になります。落ち着いたゲームコントロールは木村選手の武器ですが、パスの出し方には注意したいですし、木村選手が安定しないとチームも安定しないので注目だと思います。続いて見ていく対戦カードは富士通対エニオス。昨シーズンの6位と1位の対決となるこの一戦ですが、昨シーズンの対戦成績は富士通の2勝、エニオスの1勝という結果で、初戦は富士通が優位に展開し勝利し、2戦目はエニオスが優位に展開するも第4クォーターに富士通が逆転し勝利、プレーオフではリードしたエニオスが逃げ切り勝利しています。昨シーズンのレギュラーシーズンの対戦データは次のようになっていますが、富士通としては武器の3ポイントの出来が勝敗を左右しているので、3の確率は重要ですが、3以外の攻撃でいかに得点が取れるかも重要。ディフェンスではインサイドには苦しんでいたので、いかにインサイドに対応していけるかはポイントになります。エニオスとしては初戦は富士通のピックプレーに対応できず、3を確率よく決められてしまって苦しかったので、その対応は必要になりますし、攻撃ではスペースが狭い攻撃が増え、ボールを持っている選手以外の動きが少なかったので、いかに動きのある展開にできるかがポイントになりそうです。それでは今回の試合で個人的にポイントとなりそうな選手をそれぞれ1名ずつ紹介したいと思います。まず富士通の注目選手は宮澤選手。21-22シーズンのプレーオフでエニオスに勝利した時に重要な活躍をしていたのが宮澤選手。武器の3に目が行きがちですが、ディフェンス、リバウンドでの貢献が大きく、古巣ということもあると思いますが、渡嘉敷選手に対する守り方も上手いですし、勝利するためには攻守両面で宮澤選手の活躍が重要になると思います。続いてエニオスの注目選手は宮崎選手。エニオスとしては渡嘉敷選手は一番の強みの部分だと思いますが、少し狙いすぎる傾向があって攻撃のリズムを崩してしまうことがあります。そういった状況にならないために、またなった時に鍵を握る選手が宮崎選手。自ら得点を取ることでも流れを引き寄せられる選手ですし、どうコントロールしていくのか注目だと思います。続いて見ていく対戦カードは愛新対三菱電機。昨シーズンの9位と5位の対決となるこの一戦ですが、昨シーズンの対戦成績は三菱電機の2勝という結果で、初戦は第1クォーターから大きくリードした三菱電機が勝利し、2戦目はロースコアの展開になりましたが、第4クォーターに逆転した三菱電機が勝利しています。昨シーズンの対戦データは次のようになっていますが、愛心としては三菱電機のディフェンスに苦労した試合でガード陣が動きを止められてしまっていましたし、決め切りたいシュートも決まらなかったので、そのあたりは対応が必要になりますし、インサイドのところで失点していた部分もあるので、インサイドのディフェンスもポイントになりそうです。
三菱電機としては通常のディフェンスとゾーンディフェンスを使い分け、愛心のガード陣の動きを抑えることができたので、その点は今回のポイントになりますし、2戦目はミスから流れを引き寄せきれなかった面があったので、ミスは減らしていきたいところだと思います。それでは今回の試合で個人的にポイントになりそうな選手をそれぞれ1名ずつ紹介したいと思います。まず愛心の注目選手は上永選手。昨シーズン三菱電機のディフェンスに苦しんだ愛心の中で、その状況を打開する力がある選手が上永選手。持ち味でもあるアタック力で相手のディフェンスに切り込んでいきますし、要所で見せるディープスリーもチームを助けます。チームが苦しい時に頼りになる選手で、今回の対戦でも注目の選手だと思います。続いて三菱電機の注目選手は藤田選手。愛心はガード陣に能力のある選手が多く、逆に言えばガード陣を止めることができれば優位に立てます。その愛心のガード陣と対戦するのが藤田選手。落ち着いたゲームコントロールに注目が集まりますが、ディフェンスも頑張れる選手で、そのディフェンスでどれだけ頑張れるか注目だと思います。続いて見ていく対戦カードは姫路対シャンソン。昨シーズンの13位と4位の対決となるこの一戦ですが、昨シーズンの対戦成績はシャンソンの2勝という結果で、初戦はリードしたシャンソンが逃げ切り勝利し、2戦目はリードしたシャンソンがリードを広げていき勝利を収めています。昨シーズンの対戦データは次のようになっていますが、姫路としては特に初戦は姫路ペースでしたが、リバウンドが取れなかったことと、インサイドの守り方については課題でしたが、ガード陣へのプレッシャーディフェンスは効果的でしたし、早い展開の攻撃は良かったので、いかにそういった攻撃を増やしていけるかがポイントになります。シャンソンとしては相手のプレッシャーに対してミスをしてしまって流れを引き寄せきれなかった面があったので、ミスは減らしていきたいですし、リバウンドで圧倒したことが勝利できた要因だったので、リバウンドは今回もポイントになると思います。それでは今回の試合で個人的にポイントとなりそうな選手をそれぞれ1名ずつ紹介したいと思います。まず姫路の注目選手は樋口選手。武器のスリーポイントはチームに勢いを与えることができますし、ディフェンスでは相手のサイズのある選手をマークすることも考えられ、ミスマッチになることが予想されますが、その状況でいかにディフェンスで頑張ることができるかは重要で、注目の選手だと思います。続いてシャンソンの注目選手は白崎選手。フルス相手ということでどうしても注目が集まる白崎選手ですが、今回の対戦では持ち味でもある得点力はもちろんのこと、アシスト面での活躍も期待され、シャンソンの攻撃を牽引できるか注目ですし、白崎選手が活躍すれば姫路はディフェンスが機能しにくくなると思うので注目だと思います。ということで今回は2023-2024レギュラーシーズン第6週の各試合についての個人的な見どころなどについて見ていきました。第6週も激しい戦いが予想されますが、第6週ではどのような熱戦が行われるのか、第6週の戦いにぜひ注目してください。それでは今回はこのあたりで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。